はいどうも、いったんです。ということで、今月もね、毎月恒例の YouTube 収益公開をやっていきたいと思います。はい、ちょっとね、まあこの動画出すのね遅くなってしまったんですけど、11月末に振り込まれた、収益になるので、まあ、10月のね収益ですね、10月の収益が11月末に振り込まれるので、今回発表する収益は10月の収益になります。でまあね、今回もいつもと同じように最初にね収益の方を発表して、でその後ですね、あの再生回数とか、チャンネル登録者数の伸びとか、あと1再生あたりの広告単価とかっていう、まあ詳細のねお話も後でしていこうと思います。はい、それではね早速収益の方を発表したいと思います。はい、ということでね、10月の収益の方を発表します。10月の収益は18,875円でした。はい、ということで、まあ、これをね9月の収益ですね、一つ前の月の収益と比較すると、9月が 25,676円だったんですよ。そうなので、だいたい7000円ぐらいかな、収益自体はね落ちてしまいました。まあ原因としてはね、8月9月ぐらいにあのめちゃくちゃ伸びてたね、こちらのね動画ですね、大学生トレーダーの1日のね動画ですね、まあ、この動画がめちゃくちゃ伸びてて、8月9月の辺はね結構収益も良かったんですけど、まあ、まだね伸びてはいるんですけど、ちょっとねその時に比べると伸びが悪くなってきて、収益がまあ落ちたっていう形です。はい、ということでね、ここからは詳細のお話をしていくんですけど、まずはね再生回数を見ていきましょう。10月の再生回数は 44,903 再生でした。はい、ということで、まあ、これもね9月と比較してみると、9月の再生回数が 62,289 回だったんですよ。そうなので約 17,500 再生ぐらいかな、再生回数がね下がりました。まあさすがにね、それだけ再生回数が落ちたらね、まあ、収益もねそれだけ減りますね。はい、ということで、まあ、続いては、チャンネル登録者数が1ヶ月でね何人増えたかなんですけど、10月はね新たに330人の方にチャンネル登録をしていただきました。ありがとうございます。まあ、1ヶ月でね330人増えたということで、まあ、大体1日10人かな増えてるペースですね。でこれもね9月と比較すると、9月はね534人でした。なのでまあ200人ぐらいかな減ってしまったんですけど、まあ、ペース的にはねそんなに悪くはないです。はい、ということで最後は1再生あたりの広告単価のお話をしていきます。まあ、再生回数とかもかなり大事な数字なんですけど、それ以上にね、まあ、収益っていうところを考えると、このね広告単価っていうものが大事になってきます。はい、そのね広告単価なんですけど、10月は1再生あたり 0.428 円でした。でこれもね9月と比較すると、9月の広告単価は 0.412円でした。はい、なので広告単価は 0.016円かな上がりました。まあ、なんかねこれ噂なんですけど、広告単価ってどういうジャンルの動画を出してるかで結構決まってくるらしくて、で僕みたいにね投資系の動画とかを発信してると結構ね広告単価が高いらしいんですよ。そうなので、ちょうど1年前ぐらいのあの収益公開動画とか見てもらったらわかるんですけど、もうそこの時に比べてね広告単価ね上がってます。はい、まあ、なので収益も上がってるっていうのもあると思います。はい、ということでね、今月も収益公開の動画を撮っていきました。まあ、前回が過去最高ということで25,000円を超えてきてね、まあ、今回が18,000円ぐらいなんで、だいたい 30% ぐらいかな、あの収益自体は落ちてしまったんですけど、まあ、またねあの1日密着の動画みたいに1万とかもう何十万みたいな再生回数が叩き出せる動画をね、まあ、作れたらいいなと思います。はい、ということでね、また11月の収益公開の動画も見てください。それでは今日の動画は以上となります。バイバーイ。